タミル文字は、主にタミル語を表記するために使われる文字である。現行のタミル文字は、紀元4から5世紀に、北、インドで用いられたブラーフミー文字をその源とする。また同様に、南インドでサンスクリットを表記するため歴史的に用いられてきたグランタ文字と並行的に発展進化してきたという経緯があり、両者には非常に多くの共通点がある。 しかしサンスクリット及び現代ヒンディー語、マラーティー語、ネパール語等を表記するデーバナーガリー文字やグルムキー文字、ベンガル文字、グジャラーティー文字、オリアー文字といった同じブラーフミー文字を起源とする北インド系の各文字とは大きく異なった印象を受ける。また同じ南インドのテルグ文字、カンナダ文字、マラヤーラム文字などよりも北方の影響が少なく、 最も南方的純粋さを残す文字と言えるであろう。また地域的に近いスリランカのシンハラ文字ともかなり形態をことにしている。現代タミル語には12のボインアザ、18のシンジに加えて6の外来語用のシンジがある。ただし、シンジとその発音は必ずしも1対1対応しているわけではない。シンジが随伴ボインを伴った音節として読まれるアブギダである。 シーン字に11種の母音符号を付加することで、随伴母音以外の母音を伴う音節を表すのが基本だが、組み合わせによって特殊な形になる場合もある。また母音を伴わないシーンは、シーン字の上に付点を打って表現する。文は左から右へと書かれ、各文字はデーバナーバリーのように、頭線で繋がったりはせず、ここ独立する。また単語と単語の間には、 空白が取られるなどの点は、ラテン文字と変わらない。上の表は、かの文字に母音記号を組み合わせたもの。通常、シーン字は A の母音を伴っているので、単独のシーンのみを表すときは、事情に点を打つ。これらの母音記号は、下記のシーン字と組み合わせて、ちょうど日本の金文字と同様にシーン母音の音節を表すことができる。以下は、 サンスクリットや英語その他からの外来語音を表記するために加えられた文字。基本的に語頭の詩音は無声音、語中では有声音で読まれる。ただし、同型の微音が先行した場合は必ず有声、同じ詩音が重なる場合は無声に変化する。核音に、有、う、うが伴う時には、それぞれ独特の形に変化するので注意を要する。古い文章では、において、 主に書きのように字型が変化する。また、タミル文字は、他のブラーフミー系文字同様、独自の数字を持つ。ユニコードでは、以下の位置に次の文字を収録している。2019年のユニコードバージョン12.0で、追加多言語面の U プラス 11FC0U プラス11、11回回回に、タミル文字補助のブロックが追加され、歴史的に使用された分数のための記号や単一記号、 略号などが追加された Windows のタミル語キーボードの配列は以下の通り赤字部分は右 ALT を用いて入力ありがとうございます